the bass.昭和16年、北の兄が死んだ。父親は私が3歳の時亡くなり、上の姉や兄は皆働きに出たものだった。この小さい兄は、小さな印刷所に勤めていて、給料の貸し分に当時の菊田劇場、今の初号会館のただ札をくれたものだった。当時の映画といえば菊田では日活の時代劇だった。近所の悪たれどもと口笛を合図に、つまりようやく出させたものだ。蓋は全部畳で開いているので、あったれどもは暗記に真ん中に座り込み、息を呑み待っていると、ブザーが鳴り、暗い場内に温泉の燃える匂いとともに、そこら中を回ってきた擦れたような時代劇の短編が映し出され、
颯爽と荒巻の天狗が白い馬に乗り現れる。皆物音一つさせずじっと見つめる。響きこだまして白馬は駆ける峰伝い追っ手の駒を振り切れば無効的なし鞍馬天狗。以来、遊びはいつも鞍馬天狗。頭巾をかぶり、山から木を切り出し、枝毛残して皮を剥き、刀にしてチャンバラごっこ。これが我々小さい時の遊びだったのだ。